ヘアアイロン使って簡単かわいいミニジップロックの作り方。どうもトレガチャ宣伝部長のガチャ丸です。今日はミニチュアガチャ入れるのにぴったりなミニジップロック作っていくよ。まずジップロックを好みの大きさに切ります。今回はボールチェーンにしないで上の部分も結構ギリギリまで切っていきます。ここから前回はねペンチとライター使って作ったんやけど、今日はヘアアイロンでも作れるってコメント来てたんでヘアアイロンで作ってみます。端をしっかりくっつけていきます。全面つけたら完成。今日はサンマルクカフェガチャのミニチョコクロ入れていきまーす。てかこのガチャめっちゃ可愛くない？ミニジップロックの断面はね、前の方が綺麗かも。ヘアアイロンちょっと熱かったんかな。今日入れた激川サンマルクのガチャ、結構前のガチャでもうないんやけど、トレガチャにはまだあるから欲しくなったらアカウントのリンクから見るかトレガチャで検索してみてねー。